言っとくけど私、偽物の母親の介護はしない。頼られたくないし、絶縁しといて。絶縁？私は思わず驚き聞き返した。だが千里は平然としている。そんなに驚くこと？別に本当の親子でもないし、絆があるわけでもないし、お父さんもいなくなった今、他人と一緒でしょ。でも絶縁なんて本当にいいのね？千里に確認する。え？いいに決まってるじゃん。年金暮らしの偽物の母親なんてお荷物にしかならないんだから、願ったり叶ったりでしょ。私はその言葉で完全に何かが切れる。一郎の放っておけという言葉が聞こえた気がした。私の名前は豊岡真理子、75歳になる。毎月6万5千円という少ない年金で一人暮らしをしている。そのため贅沢はできない。亡き夫一郎が残してくれた貯金は、将来何があるかわからないためできるだけ手をつけず、彼が残してくれた家と健康な体に感謝しながら何とか生活をしている。子供は娘が一人といっても、私がお腹を痛めて産んだ子ではない。娘の千里は一郎の前妻の子なのだ。前妻は千里を20歳で出産した。しかしまだ若かった彼女は千里を育てることはなく、幼い千里に手をあげたり、育児を放棄して遊び歩く日々だったという。そして一郎は前妻と離婚。その後に知り合った私と一郎が再婚した時には、千里はまだ5歳だった。一郎以外の大人が怖いようで、私にもなかなか懐くことはなく苦労した。そこで私は自分の子を産むことを諦めてでも、彼女と本当の親子になれるようにと愛情を注いできたのである。しかし、千里はなかなか私に心を開かなかった。妹や弟でもいれば、一緒に遊ぶ方法もわかっていただろうが、私自身も一人っ子だったため、誰かのお世話をするのは初めて。千里との関わりは、何をするにも手探りだった。一郎は仕事が忙しく、育児に関しては当てにならない。千里も唯一信頼できる一郎が家におらず、きっと不安な毎日だっただろう。結局、千里は私のことをお母さんと呼ぶことはなく成長した。それでも小学校3年生くらいまではまだ素直だったと思う。私に反抗することはなく。おばさん、絵本読んで。と、少しではあるが関わりを持とうとしてくれた。だが小学校高学年になると、どんどん問題を起こすようになっていったのだ。ある日の夕方、インターホンが鳴った。はい。私は夕飯の支度を中断して玄関に向かう。そこにいたのはスーツ姿の女性だ。はい、何でしょうか。私が声をかけると、その女性は少し苦笑いをしながら答えた。お世話になっております。私、千里さんの担任の村田です。あら先生、どうもお世話になっております。今日はどうして？千里が何か？女性は千里の担任の村田先生だったのだ。わざわざ彼女が家を訪ねてきたことに驚き、慌てていると、彼女は少し困ったように言った。本日家庭訪問の予定でお伺いしたのですが。私はその言葉に目を丸くした。そんなことは知らないし、千里はお知らせの紙も渡してくれていない。たまたま家にいたからよかったものの、そうでなければ先生に迷惑をかけるところだった。あら、そうでしたね。申し訳ありません、失念しておりまして。だが知らなかったなんて言えなかった。
私は自分が忘れていたことにして、その場を乗り切ったのだ。それだけじゃない。授業参観も面談も、運動会などのイベントすらも、千里は私に知らせてくれなかった。千里、お母さんも参観日に行ったりしてみたいんだけど。そう伝えても、千里は冷たく一言。お母さんじゃないじゃん。冷たく私に返すだけだ。子育てとは難しいと頭を悩ませ、一郎が声をかけても、どうせお父さんは来れないでしょ。と相手にしてもらえない。私は村田先生に相談してみることにした。千里ちゃんに聞いたら忘れてたって言ってましたよ。あんなにしっかりした子でも忘れることがあるんですね。村田先生は私の言葉に不思議そうに口を開く。家庭訪問の時にも聞いたけれど、千里は学校ではとても真面目で優秀な生徒。そのため家でママ母である私に嫌がらせをしているなんて誰も信じてはくれないのだ。中学生になればもっとひどくなった。中学校は弁当が必要になったが、千里は私が作ったお弁当を食べてくれなかった。お昼食べないとお腹減るでしょ。お弁当持っていきなさい。無視して置いて出かける時もあれば、嫌そうではあるけれど持って行ってくれることもあった。ところがなぜかお弁当箱や風呂敷が帰ってくることはめったにない。お弁当箱はもう学校に何個もあるんじゃないの。ああ今日も忘れた。私が尋ねるといつもそう言われるばかり。中学校1年の最初のうちは忘れたという千里の言葉を信じ、一時的に家にあるタッパーを使ったり新しいものを買って持たせていた。だが学校にいくつもお弁当箱がたまるのも大変だろう、そう思った私は、おにぎりやちょっとしたおかずだけを使い捨てのお弁当箱に入れて持たせるようにした。しかしある日、千里が学校に行ってすぐゴミ出しに行くと、家の近くのゴミ捨て場に私が持たせたお弁当がそのまま捨てられているのを見つけたのだ。これさっき千里が持って行った。それを拾い上げた時のショックは忘れたことがない。忘れたと言ったお弁当やタッパーもきっととうの昔に捨てられていたのだろうし、私が持たせたおにぎりなどもこうして捨てられ、昼食はおそらくパンでも買ったりしていたのだろう。今日ゴミ捨て場であなたが持って行ったお弁当を拾ったんだけど。私はその日千里に言った。食べ物を捨てるなんて何考えてるの。私の気持ち考えたことある。感情的にならないようにと思ったが声が大きくなる。そんな私を嘲笑うように千里は言った。私のじゃないけど。え？だって私のって証拠でもあるの。おばさんは私がそんなことする子だと思ってるんだ。ショック。そして落ち込んだ様子でうつむいたのだ。正直焦った。思ってもいなかった千里の反応に、私の勘違いかもしれないとそう思ったのだ。そんなことないわ、ごめん、勘違いだったのかも。私は千里に謝った。後で冷静に考えればきっと騙されていたのだろうし、捨ててあったのは間違いなく千里のものだ。でも確かに証拠がないと言われればそれまで。その後また捨てられるかもしれないと思いながらも、私は意地で千里が中学に通う3年間毎日お弁当を作り続けた。きっと千里も大人になり親になれば私の気持ちを少しは分かってくれるはず、そう思っていたのだ。毎日弁当を作ってあげて千里も喜んでるだろう。何も知らない一郎は毎朝早起きしてお弁当を作る私に感心していた。
まさか捨てられているなんて思ってもいないだろうし、かといって証拠もないので告げ口みたいなこともできず。母親なんだから当然よ、と一郎の言葉に笑顔で返すだけ。一郎も当時私と千里がうまくいっていないことはもちろん知っていた。そのことについて話を聞いたりはしてくれたし、必要な時には千里からも話を聞いてくれたりもしていたのだ。いつだって私を気遣ってくれたけれど、あまり深く私たちの問題には関わらない。それは一郎が私の味方をすることで余計に千里から私へ対する反抗心が強くなるのを分かっていたからだと思う。だが私は一郎に感謝していた。当時の父親なんて育児に無関心なのは当たり前。それと比べると一郎は協力的だったし、私の話を聞いてくれるだけでもとても助かっていたのだ。千里は高校卒業後、就職をすることになった。私も一郎も大学を進めたけれど、進学はしたくないとのこと。だが就職活動はせず、だからといっても勉強もしない。社会をなめているとしか思えず、さすがにその時には一郎も千里を厳しく叱った。自分の将来のことをもっと真剣に考えなさい。お父さんは考えてたの？真剣に考えてたなら子供いるのに再婚なんてしないと思うけど。そんな言い方、私はお父さんと結婚して幸せよ。一郎をバカにするような態度に私も思わず口を挟む。しかしそんな私を嘲笑うかのように千里は口を開いた。幸せ？連れ子に好かれてもないくせに。あんたたちこそもっと真剣に将来について考えた方が良かったんじゃない？私は千里にバカにされることには慣れている。しかし一郎は許せなかったのだろう。この出来事を機に二人の間にも深い溝ができてしまったのだった。それから20年、千里は38歳になった今でも独身で、定職にはつかずフラフラとしている。35歳になった時、一郎に、いい年なんだからそろそろ自立しろ、と促され、ようやく千里は一人暮らしを始めた。だがその家賃は私が独身時代に貯めていたお金で支払っていた。甘やかすな、放っておきなさい。一郎は私にそう言ったけれど、まともに働いてもいない千里を放っておくことなどできない。千里は一郎が家賃を払っていると思っていたようで、お礼を言われたことはなかったが、別に気にしてはいなかった。千里を甘やかしている自覚はあったが、私は自分がママ母だという引け目があり、千里に完全に冷たくできなかったのだ。その3年後、一郎が突然亡くなった。体調不良で病院に行くと癌が見つかり、すでにもう末期で手をつけられなくなっていた。私はショックで泣いたけれど、一郎はそんな私を笑顔で撫でる。俺は辛い闘病生活に耐えられなかっただろうから、病気に気づかず楽しく生きてこれてよかった。そんなこと言わずに、今からでもできることがあるはずよ。辛い思いをして寿命が延びたとしても、きっと1年やそこらだろう。もう十分楽しく過ごしたよ。一郎の本心はわからないし、私を安心させるために言ったこともあるだろう。結局一郎は治療を拒否し、その後数ヶ月で亡くなった。最後の方は辛そうでもあったけれど、一郎らしいといえば一郎らしい最後で、一日一日を大切に過ごせたと思っている。葬儀も無事に済み、最後に一郎の兄弟など彼に近しい親族だけが残り、みんなでご飯を食べていた時のことだ。千里が急に
わーっと叫び泣き出した。千里。一郎が亡くなってから全く泣いていなかった千里。きっと張り詰めていた糸が切れたのだろう。みんながそう思い、千里を温かい目で見守る中、私は彼女に近づき、泣いている千里の背中を撫でた。その瞬間、信じられないことが起こったのだ。触らないで！そう言って、千里は私を跳ねのけた。あんたがお父さんにちゃんと治療をさせていれば、こんなことには。千里はそう言って泣いた。一郎が治療を拒否したことは、千里はもちろん、親族もみんな知っている。わかってるけど、お父さんが。嘘よ！だいたい、あんたはいい人のふりをして、お父さんを騙して結婚して。私は目を丸くした。千里は何を言い出すのだろうか。周りのみんなも千里の言葉に真剣に耳を傾ける。私のことも小さい頃から邪険にして嫌って、お父さんがいなくなってざまあみろとでも思ってるんでしょう。なんてこと言い出すの？そんなわけないじゃない。私は思わず千里に言い返す。嫌っていたなんてとんでもない。私は一郎のことも千里のこともとても大切だと思っていた。まあまあ、二人とも落ち着いて。一郎の妹、正代が私と千里を止めた。おばちゃん、こいつを一族から追い出してよ。千里、そんなこと言うもんじゃないの。マリコさんがかわいそうよ。彼女は泣きそうな私を気遣い、千里を諭す。千里は興奮したように肩で息をしながら顔を真っ赤にしていたが、怒りたいのはこちらだ。幸いにも親族に千里の言葉を真に受ける人はいなかったけれど、あまりにも失礼な発言だと思う。とにかくこんなところであなたたちが揉めたら、兄さんが安心して天国に行けないわ。そうね、私も大人げなかったわ。私はなんとか落ち着きを取り戻してその場を後にした。千里は親族に咎められたのか、数分後私の元にやってきて、さっきは少し言い過ぎたわと言ってくれた。謝罪と言えるものではなく、それもみんなに言わされたのだろうと思ったが、今は一郎とのお別れの場。ここで千里に対して怒り続けるわけにもいかず、私は彼女を許すことにしたのだ。葬儀後すぐに千里は初めて正社員として就職した。葬儀の際にとうとう親族からもフリーターでフラフラしていることを指摘されたようで、彼女自身このままではいけないと思ったのだろう。珍しく私に相談してきたため、私も千里の就職活動を応援していた。それから千里は仕事を辞めずに頑張っているようだ。この姿を一郎にも見せてあげたかったと思いながら、私は仏壇に手を合わせる毎日だった。ある日、私が買い物から帰ると家に千里がいた。何やら荷物を取りに来たらしい。千里、仕事はどう？頑張ってる？私は笑顔で声をかける。用事があったとはいえ、会うのは久しぶりで、家に寄ってくれたのが嬉しかったのだ。ところが、千里はそうは思わなかったらしい。あんたに関係ある。年金暮らしで大変かもしれないけど、金なら貸さないわよ。え？いや、そういうつもりじゃないの。ただ元気でやってるのかなって。いつもうざい。おばさんに心配される筋合いないんだけど。千里はゲラゲラと笑い出した。少しだけムッとしたが、言い返すことはせず、私は買ってきた荷物を置いた。てかおばさんも年取ったよね。ヨボヨボじゃん。買い物に行き疲れていたため、足元がおぼつかないように見えたのだろう。
バカにしたような言い方に私は無言を貫く。すると私が黙ったままなのをいいことに、千里は再度口を開いた。言っとくけど私、偽物の母親の介護はしない。頼られたくないし、絶縁しといて。絶縁？私は思わず驚き聞き返した。だが千里は平然としている。そんなに驚くこと？別に本当の親子でもないし、絆があるわけでもないし、お父さんもいなくなった今、他人と一緒でしょ。食べるものも質素なものばかり。貧乏人といつまでも惰性でつながってても何のメリットもないじゃない。そう言って千里は買い物袋を指さした。確かにそこから見えているのは、うどんや豆腐、もやしといった安価なものだ。家だって隙間風吹いてるのに、どうせ修理するお金もないんでしょ。次に千里は家の天井に開いた小さな隙間を指さす。確かに新しい家ではないけれど、別に雨漏りをしたりと困ったりしているわけでもない。生活に支障がない程度の小さな隙間をいちいち修理していたらキリがないのだ。言いたいことは山ほどあったけれど、わざわざ弁解する気にもならなかった。この家に住んでいない千里には関係のないことだ。そもそも彼女にバカにされる筋合いはない。あまりにもひどい言い方に、私は拳を握る。確かに私は大金持ちではないわ。でもだからって絶縁なんて、本当にいいのね？そして彼女に確認した。いいに決まってるじゃん。年金暮らしの偽物の母親なんてお荷物にしかならないんだから、願ったりかなったりでしょ。私はその言葉で完全に何かが切れる。一郎の放っておけという言葉が聞こえた気がした。千里は自分の荷物であろう大きな紙袋を持ち家を出て行った。一人家に残された私は、黙々と買ってきたものの整理をする。むしゃくしゃしていたが、整理をしていると少し落ち着いてきた。もう千里のことは忘れて、自分のことだけを考えよう、そう思い、心機一転、気持ちを新たにしたのだった。そして絶縁して2ヶ月後、ある平日の昼間、家で掃除をしていると勢いよく玄関が開く。インターフォンも押さず、勝手に家に飛び込んでくる人物なんて一人しかいない。息を切らして私の前に現れた千里に、私は声をかけた。あら、どちら様？はあ？とぼけるんじゃないわよ。どうしたの？会社クビにでもなった？うすら笑いで言った私の言葉に反論することはなく、千里は唇を噛んだ。あら、まさか本当に？あんた、なんか知ってんでしょ？私をクビにするように頼んだの？千里は火がついたように怒り出す。その逆よ。今まで私はあなたがクビにならないように何度も頼んでいたの。そんなこと千里は想像すらしていなかったのだろう。目を丸くすると、どういう意味よ？とつぶやいた。私は一つため息をつき話し始める。実は千里が就職した会社は、私の友人の弟が代表を務める会社だ。直接的な知人の会社というわけではないけれど、千里が就職活動をするとき、その会社を受けると知って、余計なことと思いながら口を聞いてもらえないか頼んだのだ。友人は快く弟に頼んでくれた。あなたの娘ならきっとしっかりしてるでしょうし、弟も人を雇うときって身元がわかる人の方がいいって言ってたから、きっと大丈夫よ。その言葉通り、内定が出たのは数日後のことだった。初めての正社員ということに喜び、やる気を見せる千里に私は一安心。
しかし本当の問題は働き始めた後だったのだ。千里は仕事には遅刻、ミスを連発しても新人に頼んだ上司が悪い、他の人にこうしろって言われたと人のせいにばかりして反省の色を見せない。他の社員とコミュニケーションを取ろうともせず、備品の無駄遣いばかりだったそうだ。友人から言いづらそうに報告をされた時、私は深々と頭を下げた。初めてちゃんと働くからきっとまだ分かってないのよ。そうは言ってもね、他の社員に示しがつかないって弟も困ってるのよ。そうよね、私から千里に言うわ。そんな会話をした後、私は千里に言った。他の社員さんにご迷惑をおかけしてはいけない、謙虚な姿勢で仕事をしなさいなど、ごく当たり前のことだ。千里はちゃんとやってるよと言うばかり。きっと私の話もまともに聞いてはいなかっただろうが、その時は私も千里の言葉を信じるしかなかった。正直そんな出来事が何度あったのか数えきれない。友人にも何度謝罪をしたかわからず、今では少し彼女とも距離ができた。しかし友人よりも千里を守りたいという気持ちで私は謝り、千里をよろしくと言い続けたのだ。だが私は千里に絶縁を宣言された。もう彼女をかばってあげる筋合いもない。ちょうど1週間ほど前、また友人から連絡が来た。千里が取引先に対し失礼な発言をしたそうで困っているとのことだ。そう、いつも迷惑ばかりで申し訳ないわ。友人の手前、そう謝りはしたものの、でももう娘とは絶縁したの。私には関係ないから好きなように処分してちょうだい、とあっさり切り捨てた。友人は驚いた。古くからの付き合いで私が千里のことで悩んでいたのも、彼女をどんなに大切に思っていたのかも知っているからだ。そんな友人に私は絶縁されたことを伝えた。何それ、人としてあんまりよ。マリコの気持ちを思うと涙が出てきそう。彼女は憤慨し、私の気持ちに寄り添ってくれた。私から話を聞いた後、友人と彼女の弟の間にどんな会話があったのかは知らない。だがその結果がこれだ。私の話を聞いた千里は唖然とし、ポカンと口を開けていた。心なしか顔に正気がない。まあ私が甘やかし続けたのも悪いんだけど。私はそう言うと再び掃除機のスイッチを入れる。千里は何も言わずにその場に手をついて座り込んだ。初めて手に入れた正社員という立場を失ったショックは大きいようだ。気づけば手で顔を覆ってさめざめと泣いていた。そんな千里を私は無視し続けた。今までの私なら彼女のことを心配し寄り添っていただろう。しかし千里は自ら私の手を離した。彼女はもう私の娘ではないのだ。そうだ、家賃ももう自分で払ってね。はあ？お父さんがいなくなったからって親の義務を放棄するの？何か勘違いしているようだけど、今まで家賃を払ってあげていたのは私よ。お父さんからは放っておくように言われていたの。これを機に引き落とし止めてるから振り込み用紙が届くそうよ。追い打ちをかけるように私が言葉をかけると、千里は大げさにうわーっと泣き声を上げる。娘だと思えば可愛いものだったけれど、冷静に考えて30代後半になる千里が大声で泣きわめく姿はさすがに痛々しい。相手にしてほしいとでも言わんばかりの泣き声にだんだんとイライラしてきたその時だ。ピンポーンと今度はインターホンが鳴った。
さすがに人が来たことで千里は泣き止んだ。そんな彼女を横目に私は玄関に向かう。いらっしゃい。お邪魔します。お線香あげに来たわ。そこにいたのは正代だ。今日は一郎の月命日。正代は毎月必ず我が家を訪れ、一郎に手を合わせてくれていたのだ。あら、千里いたの？あなた仕事は？千里がいることに気づいた正代は彼女に声をかける。だが千里はだんまりを決め込んだ。たまには兄さんに手を合わせてくれてるの？法事にも来ないし、お墓参りもどうせ行ってないんでしょう。正代は憤慨した。一郎の法事を行う際には千里にも連絡をしていたが、千里は法事に現れることはない。月命日なんて言葉、きっと頭の隅にもないだろう。私もいろいろ忙しくて。どうだか、マリコさんに迷惑かけてばかりなんでしょう。ひどいよ。私はおばちゃんと血がつながってるのに、どうしてこのおばさんの味方ばっかりするの？先ほど事実を知ったばかりの千里は、私への八つ当たりのように正代に尋ねる。だが正代はあっけらかんとした表情で言った。あんたがマリコさんに意地悪ばかりして困らせてたって知ったからよ。葬儀の時にはそんなマリコさんにあんなことを言って、みんな怒ってるわ。千里はもちろん私も驚いた。どうして正代がそのことを知っているのか。不思議そうな私に気づいたのか、正代はごそごそとバッグの中から手紙を取り出した。この手紙に書いてあったの。手紙って、あの？私の質問に正代はうなずいた。実は余命いくばくもないと知った一郎はみんなに手紙を残していたのだ。もちろん私にも。そこには私への感謝が綴られており、今では私の宝物だ。正代が大切に手紙を持ち歩いていたのは知っている。そのため正代への手紙にも彼女への感謝の気持ちが綴られているのだろうと思っていた。ただどうやらそれに加えて残された私を心配する言葉や今までの千里の勝手な行いも綴られていたようだ。実の子でもないのに愛情いっぱいに育ててくれたマリコさんに対してよくあんなことが言えたものね。違う、あれはあの時は混乱してて。嘘つきの言葉なんて信じないわ。親戚はみんなこのこと知ってるからね。クビになっただけでなく、自分の味方が誰もいなくなったことを悟ったのか、千里は黙り込む。その後正代はいつものように一郎に手を合わせた。黙って座り込む千里のことは無視してお茶を飲んで短時間で帰っていく。だが帰る直前、再度千里に声をかけた。誰もあんたを助けないんだから、せめて仕事にだけは嫌われないように真面目に働きなさいよ。まさに今日千里がクビになったとは知らない正代の言葉に私は思わず吹き出す。私、手紙なんてもらってないけど。正代の帰宅後、静かになった我が家で千里は私に言った。なかったのよ。あげたくてもあげられないわ。は？そんなわけないじゃない。あんたが捨てたんでしょ。私は唯一の子供なのよ。そんなに怒鳴られたって、ないものはないのよ。確かに私も手紙がまとめて置いてあった時、千里の分があるはずだと思って探した。だがどれだけ探しても見つからなかったのだ。私だって一郎の父親としての最後の言葉をあなたに渡したかったわ。それを隠したり捨てるほど落ちぶれちゃいないわよ。嘘よ、そんな本当にないなんて。その事実に千里はショックを受けた。だって相続のこととか
そういえば私がもらえるものもあるはずでしょ。ないわよ。あなたへの手紙も相続財産も。相続財産もない？どういうことよ。さっきまで同情を誘うように座り込んで泣きわめいていたくせに、相続の話になると勢いよく立ち上がり、千里は声を張り上げる。私が全部生前贈与でもらったのだからないのよ。なんですって？一郎は余命宣告を受けて以降、就活をしていた。手紙も就活の一環であっただろうし、他にも保険などを私に教えてくれたり、通帳も解約した。その際、貯金などはすべて私の名義に変更していたのだ。税金はかかったため、税務署には申告したけれど、そのおかげで一郎が亡くなった後の手続きはとても簡単で助かった。世の中には突然亡くなる人もいるのに、俺は準備の時間があってラッキーだった。就活をしながら一郎はそう言った。きっと彼自身辛かったはずなのに、どんなことでもポジティブに考えられる一郎には脱帽だ。彼のすることなら何も間違いはない。そう思い、私は税金がかかろうと何をしようと、一郎の就活に口を出さなかった。彼の好きにさせてあげたかったのだ。残念ね。もちろん絶縁宣言なんてされていなければ、私は今まで通り千里の家賃を払い続けていただろうし、彼女が困っていればお金も貸したはずだ。一郎は何度も放っておけと言っていたけれど、千里のことは唯一一郎の言う通りにできなかったのだから。本当に手紙の一通もないの？千里宛ての手紙がないとやっと理解できたのか、自分に言い聞かせるように千里がそうつぶやいた時に、私はあることを思い出した。ああ、そうだ。千里は顔を上げる。手紙、あるわよ。私はそう言うと、引き出しの中にしまっていたある人からの手紙を千里に差し出した。何これ。あなたの本当のお母さんからよ。え？千里の目が輝く。実は一郎が亡くなったことを知ったのか、その後手紙が来たのだ。千里宛てだったため読んではいない。だがろくなものではないだろうと予想はつく。内容がわからないため渡すかどうか悩んでいたのだが、もうどうでもいい。そう思った私はその手紙を千里に渡した。私の心配なんてつゆ知らず、千里は能天気に手紙を受け取る。さすが本当の母ね。私が困った時に連絡をくれるなんて。封筒を持って感動したように声を漏らした。本当に何も考えていないようだ。一郎が亡くなるまで一切音沙汰がなかったくせに、今さら連絡してくる意味なんて、少し考えればわかりそうなのに。感動して瞳を潤ませる千里に、私は思わず失笑した。大事に手紙を持って帰った千里。千里はきっと実母に連絡をするに違いない。職も味方も失い、藁にもすがる思いなのだ。きっと助けてくれると信じ込んでいるだろう。2日後、千里から私に連絡が入った。本当のお母さんは優しかったわ。誰かとは大違い。よかったわね。で、何の用？まさかそんなこと報告するために連絡したの？実母と連絡が取れたのが嬉しかったのはわかるけれど、仮にも私が育てた子だ。ただ自分の喜びを共有するためだけに連絡してきたわけではないことは予想がつく。まさか、おばさんにも少しは母親らしいことしてもらおうかと思って。あら、何かしら。もう絶縁したはずだけど。そうなんだけどさ、最後だと思ってお金貸してくれない？
やはりそんなことだろうと思った。私は大きなため息をつく。千里は私のため息にも気づかずに言い始めた。本当のお母さんが私と一緒に暮らしたいらしいんだけど、引っ越すのにお金がいるのよ。それに今少しお金も借りてるみたいで、お父さんの遺産があるでしょって言われたの。親が親なら子も子だ。私が今まで一生懸命かけてきた愛情も、こんな親の子には伝わるわけがない。心底そう思ってしまった。あくまで私の予想に過ぎないが、千里の実母は彼女と一緒に暮らしたいなんてみじんも思ってはいない。自分の子であり、一郎の相続人である千里に優しくし、その遺産を奪い取るつもりなのだ。お金は貸さないけど、最後だと思って忠告してあげる。そんな母親とこそ、今すぐ縁を切りなさい。はあ？何それ、嫉妬？残念だけど、こっちには血のつながりがあるの。あんたみたいな偽物の母親とは違うのよ。私の忠告を聞く様子もなく、千里は怒り始める。ふっ、頼って損した。もういい、あんたに頼んだ私がバカだった。千里はそのまま電話を切ってしまった。まあ、彼女がバカであることは否定はしない。私は無言になった電話を聞きながら呆れ果てる。それからしばらくは千里からの連絡もなく、彼女がどうしているかは知らない。だが、翌月の月命日に来てくれた雅代が千里の現状を教えてくれたのだ。私の予想通り、千里の実母は借金まみれだった。千里が彼女と連絡を取り、少しだけお金を渡してしまったことにより、今では毎日のように実母から千里へあらゆる理由をつけてお金を無心する連絡が来るらしい。困り果てた千里だが、私に頼れないと思ったのだろう。そこで叔母である雅代に連絡をしてきたらしい。お母さんが病気なの、治療費がいるんだけど。最初に雅代に連絡が来た時、千里はそう言ったそうだ。雅代はとても驚いた。マリコさんが？そんなこと聞いてないわ。違う、おばさんじゃなくて私の本当のお母さん。そこで雅代は千里の実母のことを思い出したそうだ。一郎と離婚した経緯も、どんな女かも私よりも知っている雅代。あんな女と連絡を取ってるの？だからこそ千里と実母が連絡を取っていたことに驚いたようだ。病気なんて嘘よ。お金を渡すんじゃないよ。でも、たった一人のお母さんなのに。あんな女の何がたった一人の母親よ。笑わせるな。雅代は千里を叱りつけたそうだ。その後、雅代には連絡はないとのことだが、私の予想通り千里は金づるにされている。忠告したのに、と呆れてしまった。翌日、千里から電話があった。何やら切羽詰まった様子で助けを求めてくる。お母さん、お願い。少しでいいからお金を貸してほしいの。初めてお母さんなんて呼ばれて、私は思わず目を丸くした。私に娘はいないけど。絶縁のことなら謝るから、お願い、話を聞いて。雅代に前日に話を聞いたばかりだ。実母のことだろう。私がため息をついたことにも気づかず、千里は話し出す。実は私の本当のお母さんが病気なの。手術にお金がいるらしいのよ。お願い、300万円でいいから貸してくれない？300万？あまりの大金に思わず大声が出る。千里は電話の向こうで泣き出した。お願い、もうお母さんしか頼れないの。きっと千里は本気で騙されているのだろう。私に対してもその素直さを少しでも見せてくれればよかったのに、と思いながら、
私は彼女に言い放つ。お母さんしか頼れない？病気の彼女が本当のお母さんなんでしょ？あなたが助けてあげたら？そんな。それに私は細々と年金暮らしを送ってるのよ。そんな大金どう頑張っても用意できないわ。だけど手術しなきゃいけないくらい本当のお母さんが大変な状態なんだよ。だから仮に病気が本当だったとしても、今まで千里の様子を一度だって尋ねてこなかった実望、助ける義理なんて全くないと思っている。泣いている千里に、そう、それはご愁傷様。でもね、もう連絡してこないで。あなたと私は他人なんだから。と、再度絶縁宣言をしてやる。お母さん、ごめんなさい、お願い。やっと自分の状況を理解できたのか、千里はその後もまだ何か言っていたようだが、パニック状態になっている彼女の言葉はよく聞き取れなかった。私も自分のために過去と決別しなければいけない。今まで千里にかけていた時間をこれからは自分のために使おう。そういう気持ちを込めて電話を切ったのだった。その後、正代の話では千里はとうとう闇金に手を出してしまったらしい。もちろん実母の病気は嘘。実母に渡したお金はあっという間にホストとギャンブルで消えて、現在実母と千里は一緒に闇金に追われているようだ。正代はもちろん親戚中に千里から連絡が来ているらしい。お金を貸して。だがいつも決まったその言葉にみんなうんざり。もちろん千里に手を差し伸べる人は誰もおらず、お金も貸してもらえない。家賃を節約するため念願だった実母との同居も始めたのだが、家政婦扱いされているようで。家を出たい。あんな女母親じゃないわ。私に介護しろなんて言うのよ。今まで何もしてくれてすらないくせに。と正代に連絡があったらしい。そんなこと私に言われても知らないわ。あなたを一生懸命育ててくれたマリコさんなら助けてくれたかもしれないけど、あなたが絶縁しちゃったしね。正代が言い返すと、千里は何も言えずに静かに泣いていたそうだ。産んでいないとはいえ、一生懸命育てた娘がそうなってしまって本当に情けない。だが自業自得。きっと千里は実母に育てられても、私以外の誰が育ててもそうなる運命だったのだと思っている。私はというと、一人ぼっちになってしまったが、自分の親族はもちろん一郎の親族みんなが助けてくれる。正代は今でも必ず月命日に我が家を訪れて一緒にお茶をする。だがいつまでも一人暮らしも大変だと思い、先日私は市が主催する独居老人のための相談会へ行った。そこで新しい施設の運営が始まることを聞いた。私は年金生活ではあるけれど、一郎の残してくれた遺産はある。家族もいないため施設への入所も優先されるとのことだ。早速見学に行ってみると、施設には併設する幼稚園があった。施設と幼稚園は交流が盛んらしい。おばあちゃんもこのお家に来るの？いつ来るの？待ってるね。園児たちは初めて会う私にそう言ってくれる。可愛い笑顔で話しかけてくれることがとても嬉しかった。私には自分の血を分けた子もいないし、千里もいなくなって正直どこか寂しい思いがあった。だが自分の子ではなくとも未来を紡いでくれる子供はたくさんいる。その子たちのために私にできることもあるだろうか。元気なうちに子供の見守りボランティアでも始めようかと考えているところだ。